海外の万能、藤波慎太郎さん、制球力とともにコミュ力もアップする、藤は楽しそうだ。29日ホワイトソックス戦の9回に登板すると、最後の打者を外角低137キロのスイーパーで空振り三振に抑え、最後の球は、ボックス表示ではストライクゾーンの外の球だった。藤波は歩み寄ってきたラッチマンホシとハグして勝利のセレブレーション後、笑顔で人差し指と親指の間を3センチほど開けてみせ、少しはずれてた?と質問。すると、恋女房は笑みを浮かべつつ、イット、ワス、ビューティフル、美しい球だったよ。と答えた。オリオールズファン、ほんの少しだ。レンジャーズファン、最近の藤波はボルチモアで楽しんでいるようだな。彼にとっては良いことだ。オリオールズファン、いつも試合を終えるたびにアドリー、ラッチマン、とハグができるなら、俺だって嬉しいわ。ブルージェイズファン、あ、リーグ最低のチームから最高のチームに移籍したんだ。驚くことじゃない。オリオールズファン、俺たちも彼をチームに抱えることができて嬉しいよ。マリナーズワンシンファン、ワンシンファンとしては彼のそんな姿が見られて嬉しいね。ブルージェイズファン、2017年頃に東京ドームで試合を観戦した際にワンシンファンが陣取る客席に座ったんだ。俺がこれまで観戦した約500試合の中でその時ほど楽しい時間はなかったよ。ワンシンファン、この野球界で最も熱いファンがワンシンファンよ。オリオールズファン、本当にほっこりさせられた。ドジャースファン、かわいそうなトレイス、打者。MLB ファン、客観的に見れば確かにコーナーには行っていたと思う。ストライク安定は妥当だ。ただ、なぜ人々が嫌うのかも理解できる。かすったような感じだったから。MLB ファン、動画は少しはやく切れているが、アドリーはその投球を、ビューティフル、と言っている。オリオールズファン、フレーミングも同様にビューティフルだった。オリオールズファン、投球からフレーミングまでの一連の流れがビューティフル。マリナーズファン、捕手も同じくビューティフル、美男子。ヤンキースファン、アドリーはこの動画でとんでもなく超イケメンに見えるな。オリオールズファン、うちの素晴らしい少年。オリオールズファン、打者の個人成績がかかっているから正当化するつもりはないが、スコアは9対0だった、わら。ヤクルトファン、まさか藤波が日本人選手の中で毎日その活躍が最も楽しみな選手になるなんて思わなかったな。今でも MLB にいる全ての日本人選手を応援しているが、少なくとも一人の選手がプレイオフに邁進していることは嬉しいね。オリオールズのクローザー、バティスタ、が怪我をして残念だが、藤波がその間に彼の穴を埋めてくれることを願っている。オリオールズファン、カノ、クーロム、そして DL、ホールらの方がバティスタの穴を埋める可能性が高いと思う。藤波はもう少し安定性に取り組む必要はあるが、彼を見るのは本当に興奮させられるね。オリオールズファン、藤が球界を任されることはないだろうが、10月、プレイオフには多くのアウトを取ることが求められるだろう、そう望んでいる。台湾人、もしシーズンが今終了した場合、前田健太と鈴木誠也もプレイオフに進出することになるよ。カブスファン、聖夜は8月の後半からかなり調子を上げてきていて、ようやく本調子を取り戻したのかもしれない。フィリーズファン、そして菊池も 50% の確率で。マリナーズファン、イチローが引退を撤回する可能性とブルージェイズがディビジョンから、勝ち進む可能性はほぼ同じくらいだから。オリオールズファン、以前には何度かタフな登板を経験したが、ボルチモアに来た当初は緊張していたと言っていたから、それは見て取れた。今では他の選手たちとも仲良くなり、ますます快適になって、時間が経つにつれて印象的なパフォーマンスを見せている。オリオールズファン、彼は接戦では苦しむ時がある。緊張が彼に影響を与えるんだ。ただ、100-102マイルを投げる選手がいるのは素晴らしいよ。オリオールズファン、藤は単に寛大な安定を受けただけじゃなく、その球心は明らかに早く家に帰りたがっていた。オリオールズファン、うちは今の彼の姿を本当に求めていた。MLB ファン、魅力的な選手たちである藤浪とルッチマンがバッテリーを組んでいるなんて、俺たちはなんて素敵な世界に生きているんだ。